こちらに行きます前に1点だけご紹介させていただこうと思います。現在会場内におきまして、大道芸の金子龍也さん、クラウンのリオさん、そして綾瀬在住のプロパフォーマーでいらっしゃいます大輔さんが会場でですね、プロのパフォーマンスを披露してくださるというものですので、これからもし大道芸の皆様、パフォーマーの皆様見かけられました際には、ぜひお声をかけてプロのパフォーマンス見ていただければと思います。そしてさあ皆様、いよいよ綾瀬の初上陸となりますプロジェクションマッピング投影の時間が迫ってまいりました。今回の手作りプロジェクションマッピングのまずはご紹介をさせていただきたいと思います。綾瀬レースタイトルの実行委員の手作りプロジェクションマッピングの皆様よりコメントを頂戴しております。食文化の三本柱のうち、光は市民参加のため手作りプロジェクションマッピングで表現します。リアルとバーチャルが融合する世界を体感できる映像表現が綾瀬の夜を盛り上げます。映像には綾瀬らしい風景やものが散りばめられ、綾瀬オリジナルの魅力を最大限に表現しています。子どもたちからご高齢の方、市内だけでなく近隣市の方が選んだ綾瀬市の魅力が投影されます。きっと初夏の思い出に残る素敵な夜となるでしょう。ということで、綾瀬ベースポートフェスティバル実行委員会手作りプロジェクションマッピングよりコメントを頂戴いたしました。さあでは皆様、ステージ背後にございますプロジェクションマッピングボードにご注目ください。そして投影を始める前に1点だけ注意事項もございます。本日たくさんのお客様にご覧いただいておりますので、後ろの方のお客様までしっかりとマッピングが見えるように座ってのご覧をお願いいたします。後ろのお客様までしっかり光と映像が届きますように座ってのご覧いただきます。